犬は飼い主に忠実で、とても忠誠心が強い動物です。これまで大好きな飼い主さんと一緒に過ごしてきた時間は楽しかったはずです。それは少なくとも飼い主さんだって同じ思いがあったでしょう。ご飯やおやつをもらい散歩をする。飼い主さんと一緒にいることで安心した暮らしをしてきたはずなのに、突然捨てられてしまう犬たちは後を絶ちません。事情はそれぞれあり、どうしても飼うことができなくなることはあるかと思います。飼い主に捨てられた犬は不安と寂しさでいっぱいになります。しかし、それでも飼い主への一途な思いを持ち、必ずまた迎えに来てくれると信じ待ち続けるのです。カリフォルニア州のある動物シェルターに連れてこられた一匹の犬がいました。ピットブル犬のブルーキングです。ブルーは元気がない様子で、犬舎の金網の向こうを寂しげに見つめていました。それもそのはず、ブルーはある家族のもとで1年近く飼われていたのですが、どんな事情があったのかは分かりませんが、家族が引っ越す際にシェルターに連れてこられたのですから。ブルーのいるシェルターはハイキルに分類される施設です。ローキルは民間団体によって運営されていて、怪我や病気で治療の見込みがないといった特殊なケースを除いては安楽死をさせることはありません。しかし、施設の収容数が限界に達してしまうと、新しい動物を保護することはできなくなります。その一方で、ハイキルシェルターはほとんどが公立で、日本の保健所と同じく収容の要請があれば断れません。しかし、施設には予算や人手にも限界があるため、収容されて一定の期間引き取り手のなかった動物については安楽死を施すことになるのです。その後にまた別の動物を収容しなければならないからです。そのため、ブルーは急いで新しい飼い主さんを見つけなければならない状況に置かれていました。そんな中、自分を置いていった飼い主を待ち続けるブルーの目から涙がこぼれ落ちたのです。そしてその涙は、たまたまその現場に居合わせたボランティアの人々の心を動かしました。涙自体は何かのアレルギー反応によるものではないかとも言われていますが、ブルーが悲しみに暮れていることは誰が見ても明らかだったのです。そこで、犬の保護活動を行っているボランティアの人々は、ブルーの動画を撮影し、シェルター施設の Facebook ページに掲載したのです。誰かが新しい飼い主として立候補してくれることを願って。ハイキルシェルターに収容されていたブルーにも、1日ごとに安楽死が迫っていましたが、ある女性との出会いによって、ブルーの運命を大きく変えたのです。Facebook の動画を見たジェニファー・マッケイさんという女性が、ブルーを引き取ろうとシェルターにやってきました。ブルーは深く悲しみ、落ち込んでいるように見えました。他の犬は私と目を合わせてきて尻尾を振ったのですが、ブルーは立ち上がりもせず、私を見に来ようともしませんでした。それはとても悲しいことでした。とジェニファーさん。ジェニファーさんは今すぐにでもブルーを引き取って帰りたかった。しかし、新しい飼い主に引き渡す前に適性検査をしなければならないと決まりがありました。検査期間中、ジェニファーさんはブルーに会いにシェルターに通いました。すると、かたくなに元の飼い主を待ち続けるブルーでしたが、その態度に変化が起こったのです。2度目にシェルターを訪ねた際に、ブルーはほんの少しだけジェニファーさんに注意を向けたのです。まだ撫でさせてはくれませんでしたが、少なくともプレゼントされた新しいベッドについては気に入ったようでした。その次に
ジェニファーさんが訪ねた時には、ブルーはとうとう立ち上がったのです。そして、まっすぐにジェニファーさんの方へやってきたのです。適性検査には丸1週間かかりましたが、それもやっと終わり、ようやくブルーは正式にジェニファーさんに引き取られることになりました。待ちに待った瞬間でした。そして、迎えに来たジェニファーさんに連れられて犬舎を出た途端、ブルーの態度は劇的に変化したのです。この子は私を騙したんですよ、とジェニファーさんは笑います。ジェニファーさんはおとなしいちょっと冷淡な犬を引き取ったつもりだったそうですが、犬舎のゲートが開いた途端に思いっきり興奮したブルー、車に乗るのも楽しんで窓から顔を出したがっていたそうです。ジェニファーさんの家に着いてお風呂と散歩を済ませたブルーは、リビングルームのソファーで眠りにつきました。現在のブルーは、眠ること、お腹を撫でてもらうこと、そして鏡を覗き込むことが大好きなのだそうです。うちの洗面所には、ブルーにちょうどいい高さのキャビネットがあるんです。ブルーはそこに座って、鏡の中の自分に微笑みかけて、尻尾を振っているんです、とジェニファーさん。ブルーにはまだ学ばなければならないことがあります。基本的ないくつかのコマンドや、リードをつけて上手に散歩することなど。しかし、ブルーはうまくやれるとジェニファーさんは自信を持っているそうです。シェルターでブルーは深い悲しみに暮れていましたが、今では跡形もありません。そこにいるのは一匹の幸せな犬と、その犬を幸せにして自分も幸せになった一人の女性です。家族に捨てられ、深い悲しみと不安に耐えていたブルー。ジェニファーさんと家族になれて本当に良かったです。一度人間に裏切られ、捨てられた犬の中には、人間に対して心を閉ざしてしまうことがあります。幸い、ブルーは心優しいジェニファーさんに心を開き、幸せな日々を手にすることができました。辛い思いをしたブルーですが、これからは幸せに過ごしてほしいですね。このように犬は飼い主にとても忠実なことから、たとえ捨てられても飼い主を思い続け、迎えに来てくれると信じ続けます。それはとても辛く悲しいことだと思います。そんな悲しい思いをさせないためにも、犬を飼うときは最後まで責任を持って世話をしてほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。